まずはプロ5年目のサウスポー古谷優斗投手。昨シーズンは念願の1軍デビューを果たすなど4試合登板。持ち味の150キロを超えるストレートを武器に1軍定着を狙う若鷹です。その古谷投手に早速聞いちゃいましょう。俺のここを見ろ。お願いします。はい、読んでもらっていいですか。球速です。球速スピードは速い方だと思うので、何キロ出すかなっていう楽しみもあると思うので、そこを見てほしいと思ってます。そんな古谷投手へ五十嵐アナが直球質問。オフの日とかはご自宅で何されてるんですか。最近は、はい、オフシーズン入ったので、家事を手伝うようになるべくしてます。家事何やられてるんですか。皿洗い、洗濯、すごい掃除です。あ、奥様絶対それは嬉しいと思いますよ、はい、そういうのはもう器用にこなされてますか。苦戦してないですか。あ、大丈夫です。あ、でも洗い物は基本こうしっかり洗えてないみたいでちょっと残ってる部分があ る、ね、残ってる部分があるので二度手間っていうふうには結構怒られてますけどその気持ち大事ですよ、古谷投手、奥は奥様のピンチを救っていますよ今シーズンはチームのピンチも救ってくださいね。自分で40試合登板必ずできるように頑張りたいと思ってます。本当に野球にストイックですね。そんなことはないですけど続いてはプロ6年目のキャッチャー谷川原健太選手。昨シーズンは2軍戦70試合出場。谷川原キャノン発動でハマスタを沸かせました。さらにバッティングでも快音を響かせアピール。ポスト甲斐拓也を目指す若鷹の一人です。その谷川原選手の俺のここを見ろとは。さあ、それではカメラに向かって、はい、説明していただいてもいいですか。多分人より YouTube 見てるんでこれにしました。はい、むむむむ、あれちょっと待って、俺のここを見ろは自らのアピールポイントを書いてもらう企画ですが、うっかり人より YouTube を見るという自らの趣味を書いてしまった谷川原選手ないですかそして五十嵐アナも緊張のあまりこの答えをスルー。とりあえず YouTube について聞いてみることに。どういった YouTube ご覧になるんですか。まあ野球系も見ますけど、はい、主に YouTuber の方が多いですね。一日どれぐらい見るんですか。多い時は休みの日とかはもう10時間とか見てるんです、10時間、はい、それでこう日々の疲れを癒されてますそんな谷川原選手へ五十嵐アナが最後にどうしても言いたいことがあるそうで。テレビを見てください。はい、わかりました、はい